はい、ペロペラです。今日はですね、久しぶりにフルシアンテの情報を、ちょっとまとめてきましたんで、紹介したいなと思います。まあ、ここ最近のフルシアンテの情報が、たくさんではないんですけど、たまに更新されるものがあったりとか、まあ、新しい情報が出てきたりとかしてたんで、まあ、それが要は溜まっていくのをちょっと待ってたんですけど、最新かって言われるとちょっと古い情報もありますが、ここで一回まとめておこうかなと思いまして、今日は動画にしてます。では早速いきましょう。まずですね、こちらの写真、もう皆さんご存知かとは思うんですが、こちらですね。これいつ頃だろうな、8月の多分結構初めの方かなと思いますけど、これ確か公式が出してた写真ですかね。で、この写真に写っているエフェクターに、まあ、ちょっと変化がありましたよというところです。まあ、追加されてるエフェクターがありますね。この中央部分ですね。WH10 と SD1 の間におそらくここにバリアックファーズがあるんでしょうけど、でその上というか上段付近にこう台を設けて、そこに1つエフェクターが1個置かれているんですね。はい、でこれが、まあ、ウィルソンエフェクトのノットライトというね、ファズライトのコピーのペダルということで認知されているというところなんですけど、まあ、やっぱ結局ファズライトは準備してきたんだなっていうか、うん、まあ、ヴィンテージのものは使わなかったんだなっていうところですね。まあ、このツアーに持ってきてなかったっていうところもあるんでしょうけど、で本当ウィルソンエフェクトとは女子の頃からですかね、もう付き合いがあって10年ぐらい15年ぐらいもう多分付き合いがあるんでしょうね、ブランドとしては。でジョンの WH10 もウィルソンエフェクトが改造しているものということだったりとか、あとフリーのボードにもね、ウィルソンエフェクトのエフェクターが並んでたりもします。でここに来て、ファズライトのコピーが、再度使われているっていうところで、まあ、これはまあやっぱりステディアムアーケーディアムの頃の、音の再現としか思えないですよね、単純にね。というところでした。これですね、ウィルソンエフェクトで販売されているんですけども、まあ、この写真が公になった時点でもう即完売をしておりましたね。だいたい$120とか1万3、4千円ぐらいの商品じゃないかなと思うんですけど、まあすぐ売り切れになっておりましたね。内容は全然ね、僕もわからないですよ。まあ、ゲルマニウムトランジスタを使ったファズライトのコピーっていうことなんで、まあ、よくあるファズライトのコピーなんじゃないかなとは思ってます。はい、そして、まあ、これは割と最近公開された写真なんですが、こちら。はい、まあ、ジョンの足元ですね、ご注目をしていただきたいんですけども、これ明かりの加減で全然見えなかったりもするんですが、加工した写真をね、有名なJFGearさんがね、加工して拡大して出している写真があります。まあ、こちらなんですけども、まあ、これが、まあ、見るからにボスのエフェクターなんですが、まあ、白い個体っていうことでちょっとまあ判断が難しいところはあるんですけど、まあ、ボードからちょっと離されて置いてあるっていうところで、まあ、NS2 なのかチューナーなのか、まあ、はたまた全然別の白いエフェクターなのかって考えた時に、ここに NS2 いるかなっていうところもあるし、個人的にはチューナーかなと思ってます。っていうのも僕も以前ボードの予想を立ててたんですけど、まあ、そこで使われていたこの SGI44 っていうね、まあ、この SGI44 っていうのを介して全体のシステムにボードの信号を送っているんですけど、まあ、その付近にあるっていうところもちょっと鍵なのかなと思って、まあ、チューナーで間違いないんじゃないかなとは思ってます。ただこの SGI44 に関してはモノラルの仕様になっているので、 L と R の片側の信号はまあこの SGI44 を通って、システムに戻っていってるんでしょうけど、もう片方の、まあ、L か R どっちかわからないですけど、その信号はシールドケーブルで直でシステムに戻っていってるんじゃないかっていうね、話をしてたんですけど、まあ、そのうちの一つにこのチューナーを取り付けているような気もしますね。まあちょっとここは予想なんですけどね、仮にチューナーだとしてなんで足元にチューナーが必要になったのかっていうのもちょっと不思議なところはありますよね。まあもちろんその自分である程度のチューニングをするために置いてはいるんだとは思うし、まああとはもしかしたらミュート用とかいう可能性もあったんですけどね、ちょっと難しいそこの判断は。で今まではもうやっぱ全部こうテックに任せてたわけですよ、チューニングに関してはね。ライブをやる上でチューニングが合ってなかったりだとか、あとドロップDの曲があったりするので、そのドロップDのチューニンググになってなかったりとかで、一回テックにこう文句を言っている姿とかもね見かけたこともあるので、まあ、もしかしたらこのテックに対しての信頼がちょっと落ちてきてるんじゃないかなっていうような気もしてきますかね。どっちかというとね、ここはあくまで想像ですけどね。ジョン自体は絶対音感を持っているですよ。なんか過去の雑誌かなんかで読んだんですけどね、チューニングにはすごくシビアだというところもまあ聞いたことがあるので、まあ、そういった意味でも、まあ、チューナーが足元にあるっていうのは、まあ、保険のような感じなのかなともちょっと思いますかね。まあ、それもちょっと付随して最近なんかこう機材トラブルの映像がよくね、SNS 上で出てきますよね。これが昔からこういうなんだろう機材のトラブルが頻繁に起こっていたのか、まあ、この SNS の普及で、まあ、それが如実に出てきているだけなのかちょっとわからないですが、結構そのたんびにジョンも呆れた顔してるし、テックも冷や汗かきながらね機材を調整してたりとかして、ちょっとまあ滑稽なね動画がね流れたりもするんですけども、まずイントロで音が流れてはいるんですよ。ちゃんとギターの音もちゃんと出てるんですけど、まあ、ジョンがなぜかこう裏に引っ込んでずっと裏でバックステージでずっとイントロを弾いてたりとかもあったんですよね。まあ、それも何かしらトラブルがあってそうなってしまったんじゃないかなとか、まあ、あとは全くそのエフェクトボードの音が出ずにチャーリーでしたかね確かを、もう完全にクリーンな音でやってましたね。まあ、そういったのもあったし、あとは同じようにボードの音が出なかった時に、カリフォルニケーションを、ストラトだったかなその時はストラトからシールドを直接ジュビリーに挿して、そのままカリフォルニケーションをやるっていう場面もありましたもんね。なんかこうトラブルが結構続いてるなと思うんですよね。この8月に入ってぐらいからがなんかよく多いような気がします。まあ、どんなトラブルなのかわからないんですけど、で、まあ、そういったこともあってなのかこういう写真を、見つけました。じゃあですね、これ僕のインスタでも公開はしてはいるんですけど、でこれはステージをかなり遠目から撮影した写真ですね。真ん中にジョンがいて、でエフェクトボードを見てたりとかするんですけど、そのちょっと斜め上というかですね、ちょっとここ拡大した写真これですね。はい、まあ、ここにサブのボードが置いてあったんですね。これがツアー初めから最初からずっとここに置いていたのか最近になってここに置くようになったのかはちょっと定かではないんですけどね。ただまあこのボードを見るとよくテレビ番組とかに出演した時に置いていた小さいボードであることはまず確認ができます。で、ここで確認ができるのは、まあ、CE1 とマイクロアンプ、そしてまあおそらく DS2 ちょっと赤く見えてるんで、エクストーションの可能性とかもね、示唆されるんですけど、いやーまあでも状況的に DS2 じゃないかと思ってます。でその隣にあるこのオレンジのペダルがわからないんですよね。これがもしかしたら前述した SGI44 の可能性もあるんですよね。ここにまあ置いているだけっていうかね、サブのエフェクターをここに並べてるだけの可能性もあるし、ここでボードを組んでるっていう場合もあるかもしれないんですけど、ちょっとなんかトラブルがあった時用にここにバックアップをまとめて置いてるだけっていう可能性もあるんで、まあそこにまあ一応この SGI44 なのか、まあ、オレンジっていうことで、まあ、フェイズ90だったりとか、そっち系のペダルかもしれないですね。でこのオレンジの色と隣にあるその DS2 じゃないかって思われるエフェクターの色に関しては結構違いがありますよね。でそう見るとこのボスの個体はかなり赤く見えるので、まあ、XT の可能性ゼロじゃないなっていうところですかね今のところは。あとは CE1 の隣におそらくリバーブが置いてあるんだろうっていうちょっと黒っぽいね個体があったりとか、あと WH10 が置いてたりとかですかね。はい、ということで、まあ、バックアップ用の機材も含めてね最新情報としては、まあ、機材の中での最新情報としてはこんな感じです。で最後にここ最近のライブで、ちょっと気になった楽曲を2曲だけピックアップしたいなと思うんですけど、まず1曲目「Throw Away Your Television」なんですけど、これ、まあ、実はライブでやっていて基本的には想像通りだったんですよね。その機材の使い方としては、まあ、ディレイを常にかけておいてフレーズを弾いてるんですけど、まあ、その後やっぱフェイズ90をちゃんと使ってフェイザーの音を作っていたなっていうところもあったんで、ちょっとそこはピックアップしておきたいなと思いました。フェイズ90が、まあ、正直何の曲用で使うのかなって思ってたところもちょっとあったんですけど、まあ、結構フェイザーは使ってるみたいですね。でも昔みたいにモガフーガのフェイザーを使わないのかなともちょっとね悲しい思いもあるんですけど、まあ、でもフェイズ90で全然こと足りてるんだろうなっていうような感じは受けます、音を聞く限りは。でやっぱり FM4 はランダムアルペジエーターとしてね、使ってるようですね、そこでね。でただちょっと気になったのは SA の頃だったりとかバイザウェイの頃にはアウトロのソロで結構盛り上がりを見せてたんですけど、今回はそれが全くなく、ライブ全体通してもそうなんですけど結構 CD 通りにやってる場面が多々見られるので、まあスローウェイビューアテレビジョンもそうでしたんで、ちょっとまあ物足りなさは感じますけど、まあ、こういうスタンスでやっていくんだろうなっていう、そこはそこでまあ楽しみとしてね、今後も増えていくのかなと思います。でもう1曲は「パラレルユニバース」ですね。これも本当音源通りというか音源に近い再現をしていたなと思うんですけど、スレインキャッスルだったりとかハイドパークで感じていたパラレルユニバースで考えると、ソロとかサビとかに関しては、まあ、ビッグマフと DS2 とマイクロアンプのこの3個ですね、同時踏みをして音を作っていたんじゃないかなと思うんですが、今回のライブではワンアクションでしかエフェクトを押してないっていうところもあったんで、おそらくこれはビッグマフで音を作っているんじゃないかなと思いました、サビに関してね、サビとあとアウトロもそうなんですけど。でそのアウトロに関してはここでもフェイザーをやっぱりちゃんと使っていたんですよね。なんでやっぱここは音源通りの再現になってくるんじゃないかなと思いました、ここはちょっと僕的には嬉しかったですね。はい、ということで本日はですね、フルーシアンタの最新情報というか、今まで出てきた情報をちょっとまとめてギュッとね、まとめた動画になっておりますけれども、またね随時更新されていけばちょっと情報が溜まり次第になりますけど、情報が溜まったら、またこういった風に動画を作っていこうかなと思いますので、まあ、ぜひまた次回も見ていただけたらなと思います。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。